てないのが2本できたんですけど、まあ気にしないでやってみましょう。はい、星空の招待席の時間でございます。3月も入っちゃいました。うん、入っちゃったんだけど、まあこういう時期ですからね、3月の天文現象を早々とパッパッパッと行ってみようかなっていう感じがしまして、皆さんとしてね、もう4日になってますけど、行ってみたいと思います。3月はね、非常に面白い、ところ、新月から始まって新月で終わると、非常にね、よくできた日で、31日あると、天文現象ってこういうもんなのかなって感じがしましたね。はい、今私はカリフォルニアに今おります。カリフォルニアで忙しくやっているんですけど、ブラックプールというね、ところでのマジックの大会から帰ってきまして、ようやく落ち着いて一人で星の話ができると、そんな形で、そろそろ日本は暖かくなってきたんでしょうかね、ちょっとよくわかりませんが、皆さんと一緒に、カリフォルニアと日本を通じる話として、行ってみたいと思います。それでは星空の招待席よろしくどうぞ。さて3月行ってみましょう。もうこれ済んだところですけど、行っちゃいますけどね、新月が、1日の土曜日だったんですね。月齢 29.2 という新月ですね。でこの時にギャラッド彗星が近日点を通過してます。はい、そして2日になりますと、これ大したことはないんですけど、乙女座の、2つの星が、極大、いわゆる変更星ですね。そして月と小惑星のジュノっていうのが最接近します。はい、で、3日リニア彗星が近日点を通過する。これ周期 5.7、リニア彗星というとね、これ一つじゃないんですよ。リニア彗星という、名前の彗星はたくさんありまして、そんな中の一つが、通るということでしょうかね。はい、これは周期彗星で、太陽の周りを公転しています。ものによってはもうその公転周期が地球と太陽の内側まで来ないものもあるんですが、これはどうなんでしょうかね。 5.7 年で一周ということですね。はい、その4日、火曜日には、友田の W が極大とかいろいろあるんですけども、7等星になって明るくなったといってもこんなの見てもしょうがませんから、アルゴルの極小とかね、いろんなのがありますけど気にしないでしょう。5日も変更星の情報、そして、6日も、これ変更星の情報しかありません。はい、そして次7日金曜日、これはですね、バリントンエーベル彗星、これが近日点通過、周期 7.6年ですね。これの彗星っていうのはね、正直言ってやっぱり暗いんですよ、どんなこと言ったとしてもね。だから我々が言う限りは、へえそうなんだって程度のことしかないです。はい、ただ次の8日、これ上限の月ですけど、大牛座の104番星、4.9等が、遠平という食を起こします。月に隠れますね。東京は暗いとこから侵入してくると、高度は17度ぐらいですから見えないことはないでしょうね。そういう形です。はい、そして9日は、エリザニス座 T 星が極大とか、月が最北端関係ないですね、これはね。そして10日、これも月と木星が通過するぐらいから近いところね。木星はまだね、情報としてはいいですから、いいと思いますよ。見れると思いますよ。はい。そして、これもですね、11日、わし座の RT 星が極大。7.6等から 14.5 等。要するに見えるとこから見えないところまで。はい。12日、月の距離が再現。これはね、スーパームーンというのの反対ですね。約40万キロ、5364キロ、40万5364キロと遠くなります。もう近い時はね、30万キロ前半ぐらいとかなるんですけどね。それでスーパームーンといってでっかく見えます。今一番ちっちゃい月が見えるということですね。そして、8時16分に、イエーガー彗星が近日点通過します。はい、これは 15.2 年、はい、周期。13日にはニェウイミン彗星とも、はい、よくあれは近日点通過。とにかく彗星が追加するのはもう多いですね、いっぱいね、近日点ね。ところが14日は違う彗星です。ほうき星でない、水の星が西方最大理学。これはね、高度が 0.2 等星ぐらいなのかな。でとにかく彗星って見づらくて、金星よりもずっと見づらいところにありますね。金星は本当に何だろうな、ひときわ輝いていて、見たら、そうだな、こう見ましょう。金星が見えたとしたら、それから45度スーッと下げていくんですね。そうするとそこに彗星が出ます。そんな風な感じで思っててください。実際はもうちょっとね、見方が違うと思いますが、そんな感じで探しましょう。双眼鏡ぐらいでね。はい、そして15日、これはね、いろいろあるんです。双方彗星、近日点通過ですね。あります。そして、月がその翌日の16日に南半球に入ってまいりまして、17日が満月です。はい。満月、そしてペガサス座の R が極大、 6.9 から 13.8 を378日で変わります。さあ、暑さ寒さも彼岸まで、18日が彼岸の入りですね。子獅子座 R が極大、いっぱいあります。そして19日、はい、マックノート彗星、はい、これが近日点通過ということですね。これマッ
ックノートってのはいっぱいあるんですけど、これはあの有名なマックノートではなくて、マックノートが発見した、いくつかの彗星のうちの一人ですね。符号がついています。C の 2013G7 って書いてありますね。はい。そして20日、土星と月が接近しますね。そして、小惑星、これエリゴーネがレグルスを隠すのが北半球東部で見られる。これもすごいでしょ。レグス 1.4 等星を 12.5 等星が隠すんですよ、ね、消えるのかなレグルス。場合によっては消えたら面白いですね。その時に、小惑星がレグスの前を通ってすごく明るい1等星の前を暗い星がだ消えるってことでしょうね、はい。もちろんあの土星と月の接近も視界7度ぐらいの双眼鏡で見ると綺麗に見えるということで、最大 1.5 度ぐらいまで接近するということですね、はい。そして今度は下旬になりますと火星とスピカが接近します、はい。スピカもものすごく綺麗な、星ですね、はい。そしてそれと火星、赤い星、火星が接近すると、これ視野5度ぐらいの双眼鏡で見ると一緒に見えるということです、はい。さあそして22日は、また双方彗星の別のやつが近日点通過して、23日、はい、ここがすごいですよね。金星が西方最大理学マイナス 4.4 と、これはどうですかね、明るいんじゃないですかね。彗星と一緒にこれ見れますから、明け方の東の空にものすごくひときわもう輝いて見えます。一番輝きますから、ですね、まあ、とにかく夜明け前、夜明けても見れますんで、太陽が出る寸前まで望遠鏡で見ても相当細かに見れます。今日高倍率も耐えますし、機会があったらね、金星ってどんな形してるのかとか、その三日月とか半月型のやつも見たらなかなかいいんじゃないかなって感じしますよね。見る機会があったらここだと思いますね。そして同じく、天王星と小惑星ジュノーが25日に最接近、これも見えたらいいなって程度でしょうね。そして27日はヘリンローマンアル彗星というのが近日点通過します。まあ、彗星がいかに来るか、同じ日にホームズ彗星が近日点通過です、ね、これもみんな近い彗星ですね、はい。そして、28日、はい、またまあそうですね、極大の変更星、ヘルクレス座の U っていうんですか、これが来たり、月の距離が今度は一番近くなるんですよ。前やりましたスーパームーンみたいなもんですね。ただスーパームーンですが新月が近いからあんまり見えません、はい。36万5703キロまで、要するに4万キロぐらい違うってことですね、はい。で月と海王星が接近しまして29日には、月が北半球に行きます、はい。キリン座の X 星が極大、これまんま面白くないな。そして31日についに新月ね、月が天王星の北 0.2 度を通るということです。さあということで3月の天文現象一応ざっと読みました。3月4月っていうのはどっちかっていうとその彗星情報が多いですね。だから本当に何だろうな、彗星をね一生懸命研究していこうって人たちはこの辺で研究しとくといいですね。またこれがね来月の4月になりますと、新月の時に29日に南極で金環日食、ね、でオーストラリアで部分日食とかあるんですけどね、はい。そして5月、これ先のことずっと言っちゃいますと5月になると何か面白いのあるかな、あんまないな5月は、そうですね、はい。6月もちょっと言っちゃおうかな、さっと見て面白い記事があったらその時なんですけどね、やっぱり彗星が来ると、ただそんなに明るくない彗星で、7月、実は8月にね旅っていうかね星を見るツアーを計画しているので、やっぱりそうですね、これもあんまりありません。やっぱり行くんだったら8月ですかね。8月には何といってもペルセウス流星群がありますから、そこら辺前後のところを考えようかな。スーパームーンが11日、うわペルセダメだね、満月のスーパームーンペルセやられちゃってますということで、今年はちょっとやばい感じがしましたね、はい。ニュースをお送りしました。それ以外にもね本当いろんなニュースがあってね、超新星の残骸カシオペア A の放射性チタンが伝える爆発メカニズムだとかね、なんかダイマゼラ運が2億5000万年で1回転してる、だからどうだって言いたくなっちゃうんですよね。同じようでも実際的に天体観測をしている人間と宇宙をね要するに開拓しようとしている人間、そして天体文物理学とかそういうところから星を研究している人間たち、興味はみんな違うからしょうがないでしょうね。まあ製品情報なんかも今後もやっていきたいと思います。さあ残りあと15秒になりました。ちょっと行きましょう。そうもうそろそろか、早めなんだ、あと5秒です。それでは皆さん、よくわかりませんがそろそろ終わりにしたいと思います。さようなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。